はい、占い館ルーチェトムです。今日もですね、見た時点から24時間有効占い3択の方ですね、やっていきたいと思います。これはね、もう時間朝昼晩関係なく、その見た時点から24時間有効のね占いになりますので、どうぞ直感で選んでみてください。それではスタートします。さあ、それでは本日も左から A、 真ん中 B、 そして一番右 C となっております。それでは今日も直感でお選びください。よろしいでしょうか。はい、それでは今日も左からオープン。お、いきなりいいですね。ザ・ラバーズ、恋人のカードが出ましたね。このカードはカード自身にね、心地よさという意味がありますね。うん、そしてね、正位置を選んだ皆さん、ね、夢見心地で幸福を感じる、そういうような意味があります、正位置にはね。うん、今日はね、そうね、とてもいいカードなんで、目の前の出来事をね、そのまま素直に受け入れて楽しむことが良いですね。うん、あとはね、そうだな、ガラッとね、気分転換をする日にしてもいいですね。うん、何かをね、何かを選択するときは、選択って選ぶときは、今日はね、自分の心を信じて自分が思った方向に行くといいですよ。今日はね、対人関係もね、あと恋人とかね、いる方はね、そこら辺のコミュニケーションもとてもいい日なんでね、今日みたいな日にね、いろいろと行動してみてはどうでしょうか。はい、そして真ん中 B、 オープン。 B はザ・タワー、ザ・タワーの逆位置が出ましたね。うん、正位置よりはいいんですけども、ね、塔のカードね、このカードはね、カード自身に破壊という意味があります。そして今日は逆位置で出てるので、後からじわじわと来るショック、そういうような意味がありますね。アドバイスするならね、今日はね、壊れゆく宿命をね、止めることはできないとね、まあ悟りましょう。そしてね、それに対して少しずつでいいんで心を順応させていく。うん、でもね、今の状況を壊すことで新しいチャンスが入ってくると、そう信じて進む一日にしましょうね。うん、心を強く持っていきましょう。さあ、最後に C を選んだ皆さん、オープン。デスのカードね、死のカードの逆位置が出ました。このカードはカード自身に定めという意味があります。そしてね、今日逆位置で出てるときは、過去に縛られ先に進めない、そういうような意味がありますね。うん、今日はね、うじうじしててもね、何も変わらないということに気づいてね、もう心を切り替えなきゃですね。そうだな、古い殻はね、脱ぎ捨てて新しい自分になるような努力をする一日にすると、とても良い方向に向かいますよ。そんな感じでした。はい、本日の結果はどうだったでしょうか。よろしければ参考にしてですね、良い一日を、そして良い24時間をですね、過ごしていただければと思っております。またですね、占い館ルーチェの方は多くのですね、個性豊かな占い師さんの方がね、揃っておりますので、よかったらホームページの方よりですね、鑑定の方もできますので、よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。